はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日ご紹介するのはですね、いちご農園のかき氷です。かき氷って言っても、なんと贅沢にですね、収穫したいちごをそのまま凍らせて、その果肉氷でかき氷を作ってるっていうお話なんですよ。これはね、ぜひともね、食べてみたいなと思いまして、元ネタはね、 YouTube で交流させていただいているリターナーさんっていう方のね、ご紹介いただいたんですけれども、場所的にはね、酒水なので我が家から割と近いんですよね。これが順天堂大学ですね。で、この前の道をずっと行くとですね、右手に農園があるんですが、いつもそのいちご狩りの時期にはね、渋滞してるというか、まあ、駐車場に並ぶのを待ってるっていうね、ところがあるんですけど、それ以外ね、気にかけたことなかったんです。本当に盲点でした。そしてね、今日はね、その前にすぐ近くにあるリベルタさんでお昼を食べて、デザートにいちごのかき氷を食べたいなというふうに考えています。農園はこのまますぐなんですが、リベルタさんはここをちょっと左に入ってすぐのところですね。はい、リベルタさん見えてきました。到着です。はい、リベルタさんでした。和田農園さんはね、ここからね、本当に数百メートルなんですよ。300メーターぐらいかな。すぐ近くなんですよね。もう、上りが出てるところですから、すぐですね。よいしょ。はい、到着です。こちらでいただきますと。ふわふわですね。はい、和田農園さんの果肉氷のかき氷でした。ちょっとね、練乳はかかってるんですけども、ほとんどがいちごっていうね、だいたい1杯で20個から25個ぐらいのいちごが使われてるそうです。すごいですよね。ふわふわで、食べたら食感はかき氷なんですけど、ふわふわなんですよ。で、やっぱり果物だけあってね、口の中で完全に溶けるっていうことはなくって、すごい美味しかったですね。1000円出してね、ちょっと贅沢なシロップのかき氷とかって今ありますけど、あれよりよっぽど贅沢かなっていう気はしますね。いちご1パック以上入ってますから、それで680円ですからね。今までこの辺って言ったらね、金子牧場のソフトクリームがね、一つの定番でしたけど、ちょっと値段帯は違いますが、やっぱりこれはね、一つ押さえておきたいなと思います。和田農園さんのいちごのかき氷、ぜひ一度皆さんもいかがでしょうか。それではね、今日のところはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。
よろしければね、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。